よう、少年。これぞ青春黄金パターンと言いたいところだけど、なんでこの距離なの？嘆かわしい。お姉さんともなんとなくっていうのも苦手だな。嫌いだな。ダメよ。あ、孤独が好きなんですくらい言ってさ。無理せんでいい、無理せんでいい。かわいそうに誰にも相手にしてない少年って答えるわね、きっと。みんなが流す青春の汗を君も一緒に流さなければ傍観者再会よ。なんてね、基本的には人それぞれだもんね。私も勝手に何もしなかったし。
そこを行くのは少年ではありませんか。そうそう少年、果敢で記憶力の良さそうな年代の少年に一つ質問してもよろしいかしら。何かご存知のようだね、少年くん。少年はその前のことも知り合いだね。詳しく聞かせてもらおうかしら。毎年巡業でここに来てるわけね、その竹広サーカスは。来年も来る可能性が高い。ありがとう少年。それでそういうサーカスが今どこで何をやってていつ見られるのかみたいなこと調べてるの。私はその調査をバイトで引き受けてるってわけ。でしょ。そんなわけだから本が出たら買って。みんな楽しそうにやってるのに、こんなところすっかり片付んで、お姉さん見ちゃいられないよ。あら、思ったより重症ね。もしもし、もしもし。世話が焼けるね。行動しなければ人はついてこない。私の心情よ。待ってても仕方がないのよ。動いた後ならダメでも素直に後悔できるし。宝くじだって買わなきゃ絶対当たらない。買った人だけ悔
怪しまれんのよ。でもまあとにかく、そうそう、思いっきり思いっきり。じゃあとりあえずお姉さんと。じゃあ決まり、行こう。何？いっけない。まだバイトする。